実は千なきことなりっていうのはね、千って何かって、ごんべんに完全の全まったきって書くでしょ。ま、言うを完全にする、まったきを言う、ね、議論を尽くすって意味じゃないんですよね。その論理学上っていうわけでもないんです。実は弁論上っていう感じかな、会議弁論上完璧にしておこうと。つまりお互いの議論において話し合いレベル、その要するに机上の空論の話なんですよ。やっぱり机上を完璧にしておこうっていうのが戦議なんですね。机の上での完璧を尽くそう、これが戦議、ね、机上の空論って便利な言葉ですね。だから空論じゃ、空論はね結局結果次第でしょ、空論だったかどうかは、ね、だけど机上でとにかく、例えば戦争の場合でもね、将軍や帝徳たちが話し合う中、参謀たちと、それを戦議って言った。戦国時代なら大名たちが、まあ、軍師というか、まあ、侍大将というかね、そういうあるいは家老などを連れてね、で大名同士が話し合いの場について、で戦議した、ね、でそれは、まあ、お互いの 言いたいこともあるし、言わなあかんこともある。言いたいことと言わなあかんことは別。戦国大名にとってもそう、もちろん今の代議士にとってもそう、今の社長にとってもそうですよ。でそういったことをお互いとにかくテーブルについて話し尽くそう、これが戦議、ね、でそれをその戦ずるとこなしというかね、戦なきことなり、戦ずる方なし、ね、まあ、戦なきことなりがよく使うかな。それは会議は踊るっていう言葉もね、結局じゃあワルツで踊りましたって最後、まあ、ワルツもしたでしょうけど、とにかくそのぐる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 回るわけ、円卓会議というのは、そのそういう時のギャグやけど、まあそういうのが十二支、十二人の騎士が集まって十二星座十二支みたいにずーっと循環、十二循環論法アホダル教っていうかアグニの炎ね、これがこうなってこうなってとか、オケが儲かるし、どん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 、まあそれはいいとして、そのだから話し合いレベルではもう完璧に詰めとこうやっていうのが戦議なんですよ、実はね。でそれが机上の空論に終わるかどうかは現場次第なんですけど、その現場に武将大名どのぐらい関与できるかっていうのも、その立ち位置によるし、あるいは陣取った場所によるでしょ。でそれ陣取りの場所も決めとこうかと。そうなんですよ、関ヶ原の戦いの時もね、敵味方の陣取る場所決めとって、誰かって島左近が、ほんまやで、フォーメーション決めてて、島左近が変な戦いやってんね。だから関ヶ原ってもうよく言ってるけどね、そのことは。でそれはね、関ヶ原だけじゃなくて、当時のね戦っていうのもね、案外フォーメーションね、お互いその高校野球のメンバー、こうメンバー表の、ね、交換みたいに、ね、案外決めててん、ほんまやで。なんでかって、それはヨーロッパの諸国とちょっと似てるかな。金貸しが、次の戦いは、公爵様負けていただけませんかねって。よかった、よかった。ってか、こんな話してたか、ドイツのね、終わらない諸侯戦争で、そんなんやってん、実は。ゲソかっこ悪かな。それとは別に騎士や、あの、姫やの、あの、美談もあったわけで。ね。で、結局ヨーロッパの人たちは、その、女性を女神として崇拝しなければ男じゃないよって文化を作り上げたわけ、ね、キリスト教とは別に。だからマリアのことも高く評価してたわけね、ヨーロッパ型のキリスト教はね、なんですよ実は。でところがそのキリスト原理主義というかね、厳格なキリスト教はね、もう女神のことを娼婦って定義するでしょ、聖書にそう書いてあるんだからね。でもどうしようもない、キリスト教に女は救えないんですよ。キリスト教とかキリスト教、文明教を否定したルネッサンス以降、魔女は迫害されませんでしたかと、かえって迫害されたり、ね、ドイツだけで陰湿にやられたのが、ドイツの外にも広がった魔女いじめがかえって、ね、そういったことも起きたりする。じゃあ、それは戦議の外でしょ、ね、まあ、ルネッサンスが戦議だったかどうか別として、女性をもっと崇拝しようよって言った結果、ひどい目にあった女性がたくさんいた。で、じゃあこうやったら女性を守れるぞって戦議したのに、女神崇拝はもう初めはギリシャローマのあの彫刻みたいな
要するに肉体賛美、女性賛美、戻そうと、厳格なキリスト教は女を悪魔みたいに書いてる。そうなんですよ、実際。これじゃあかんかったなって、そんな詮議ないなって、詮議やり直した結果、女がもっとひどい目にあったりもしたっていうのが、それが詮なきことなりって表現すべきことやね。机上の空論だったな、というか、最初はこうなんねんなと、時代を変えようと思って、時代を変えるための論議を尽くし、その論法を作って、そしてこういうふうな時代にするって言った結果、現場では真逆にひどいことが起きた。そんなものかもしれんなと。ここまで言ったらもう詮議の外やんな。でしょ？詮議でここまで分からんから。なんでかって、事前にするのが詮議やからやね。そういったことを現実に現象として起きた後にする話は詮議じゃないんです。詮議って言わへんねん。義とも言わない。論議とも言わない。理じゃないから、断りじゃないから、理論じゃなかった。論理学の把握外やったわけね。で、そんなんを結局戦争終わってから話し合う、その始末、成敗、要するに始末期とか成敗っていうのが、結局何が負けを成したのかって、負けさせるというよりか、その君の負けた理由はこういう理由なんだよって。で、それは結局その、この理由で君は負けたわけだけど、負けた結果君はこういう結果を引き寄せたと。そんな感じの成敗だから、その、まあ裁き、成敗、奉行などね、そういう、まあ詮議じゃないんですよ。奉行のその知らせで言ってた話は詮議じゃないんですよ。で、これは詮議に回せとかって、よく金さんとかね、最後そういう、あるいは大岡越前とかね、あったでしょ、そんなセリフ、奉行が許せる、それを詮議に回しておくって。しかもあれでもこれなるは裁きなりと、裁きの果、いかなる罰を与えるかについては、それはこの度は詮議に回そうとか、あるいはこの裁きによりいかなる罰を与えるか、本件においては奉行の仕切りないであるゆえ、たったまに罰を申し付けると、かように仕置きいたせ、で、いうわけでしょ。それは詮議じゃないからね。どうしたから、また法律っていうか、その、まあ、法律ね、を作り直さなあかんなっていうような場合が詮議だったわけで、国会はだから詮議の場と言えなくもないけどね。で、裁判所とか詮議じゃないんですよ。要するに、ここでやってるのは詮議じゃないってことね。成敗をやってるだけだから。ねえ、義を言うなっちゅうのは、だから、事前に、そんなに完璧に詰めてもしゃあないやろって、事前にそういうことしててもしゃあないって、データが出てることに関して、そこまで、一切、何もする前に、そこまで詰めて議論していいものかねっていうね。義を言うなっちゅうの。そんなこと、詮なきことやで。しょうもないことで、しゃあないこと、しょうもな、しゃあないやん。これ、詮なきことなりが崩れていった表現。穏便というかね、実は、そういう意味で、しょうもないとかね、しゃあないっていうのは、詮なきことなりが原型の言葉やね。っていうのは、まだ現場も出てんのに、何そこまで詰めて言ってんのって。まだその業界できてないのに、なんでそこまで決めてんの。あ、ここまで言ったらわかるよな、さすがに。こういうふうに、ここまで言ったらわかるよなっていうのは、まあ、詮議の範疇なんですよ。ね、詮議は限界あり、その限界内でもここまで見える。ね、実際、現場で出てるの何言ってんの、新人。これじゃ分かりにくいやろ。な、ムカつく言い方でも。じゃあ、まだその業界できてないのに、なんでそこまで決めたんですか。本質的に同じこと言ってないんで。な、道具立てが違うだけで。これが、詮なきことの説明であり、義を言うなの説明。同じことで分かったかな。